ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月24日、日産地公式チャンネルにて、スプラトゥーン3のゲーム大会、日産ジーカ祭り2024の決勝配信をしていたのですが、2年前の大会に比べ、最大視聴者数が約 25.4% にあたる3万2927人減少するという結果になってしまいました。2023年には似たような大規模大会は開催していなかったようです。2年経ってもスプラ4は発売されんのやな。二次三次の全体的な盛り上がりがだんだん減少してきてるってことだね。二次三次は人数以外で成長していける部分があるのでしょうか。現状維持を狙うだけなら衰退していく一方になりますけども、今後どうなっていくでしょうかね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。